ロンドン島国会議事堂ロンドン島の一ロンドン島に住んでいるカラス、ジュビリーとムニンロンドン島はイギリスの首都ロンドンを流れるテムズ川岸、イースとエンドに築かれた中世の城塞である。正式には、女王陛下のロンドン島の宮殿及び要塞と呼ばれ、現在も儀礼的な武器などの保管庫、礼拝書などとして使用されている。ロンドンにおいては単に 等と称した場合は、この場所を指す。世界最大級のカットダイヤモンド、カリマンはここで保管されている。1066年にイングランドを征服した、ウィリアム征服王が1078年に、ロンドンを外敵から守るために、堅固な要塞の建設を命じ、約20年で、現在のホワイトタワーが完成した。その後、リチャード一世が、 城壁の周囲の堀の建設をはじめ、ヘンリー三世が完成させた。以降、王朝が変遷してからも国王が居住する、宮殿として1625年まで使われ、その間、14から19世紀にかけては、造兵所や天文台もお金、1640年までは、銀行、13世紀から1834年までは、王立動物園でもあった。 ロンドン島に最後に居住した王は、ジェームズ一世とされる。1282年からは、身分の高い政治犯を習慣、処刑する監獄としても使用され始め、14世紀以降は、政敵や反逆者を処刑する、死刑場となり、城債や王宮としてより、これらの方で有名となった。第二次世界大戦中、 大英和平交渉を結ぶべく、ドイツから単独で飛来し捕虜となった、副総統、ルドルフ・ヘスが1941年から1944年まで、交流され、最後の党の習慣者となった。現在もイギリス王室が所有する宮殿であり、ビーフィーターと呼ばれる、英兵隊によって管理されるほか、現役のイギリス陸軍、この英兵も警護に当たる。 観光客が多く訪れる市内観光の目玉になっており内部にある建物のいくつかは世界最大のダイヤモンド、偉大なアフリカの星など様々な歴史的展示物を陳列して見学できるようになっている。1988年にはユネスコの世界遺産に登録されている。すぐ脇には世界的にも有名な羽根橋であるタワーブリッジがあり対岸には 巡洋艦ベルファストが記念艦として経流されている。ロンドン島の渡りガラスロンドン島には世界最大級の大きさである渡りガラスが一定数飼育されている。渡りガラスは大型で雑食の鳥で1666年に発生したロンドン大火で出た大量の消死者の不肉を餌に大いに増えたとも言われている。 実際に記録されている死者はわずか5名であると言われているが、実際は貧しい市民の死は記録されておらず、火の熱が多くの犠牲者を仮装し、認識できる遺体を残していない可能性があるとも言われている。当然、党にも多数住み着いたが、チャールズ2世が駆を考えていたところ、占い師にカラスがいなくなると、ロンドン塔が崩れ、 ロンドン島を失った英国が滅びると予言されたために諦め、それ以来ロンドン島では一定数の渡りガラスを飼育する風習が始まったとされる。また、イギリス人に人気のあるアーサー王伝説においてアーサー王が魔法で渡りガラスに姿を変えられてしまったという伝説もあり、渡りガラスを殺すことはアーサー王への反逆行為とも言われ、古くから 不吉なことが起こるとされている。現在でも、ロンドン島のカラスは、霊文マスターと呼ばれる役職の王国衛士によって、養われており、風切り羽を切られて逃げないようにされたものが、豚柄を餌に半ば放し飼いで飼育されていたが、近年では、鳥インフルエンザの罹患を恐れて、飼育者を設置しての飼育に切り替えられている。約25年の寿命を持つ渡りガラスであるが、 飼育数が一定数を割れると野生のカラスを捕獲して補充していたが最近では人工繁殖にも成功している模様である。なお当たりガラスは気象が荒いため緑に観光客がちょっかいを出すと襲われるケースもあるという警告がなされている。ロンドン島とタワーブリッジロンドン島は監獄でもあったことからここで処刑もしばしば行われた。 以下はそのうち歴史に名を残す著名な人々のリストである。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。